インドレソロ会テは、リトアニア共和国カウナス出身で期間イタリア人のバレーボール選手、イタリア女子代表。2003年、インドレはセリエ B2 のチームでバレーボール選手としての経歴をスタートさせた。1年後、セリエ A2 のニューキャステルフィドルドと契約し2シーズン在籍した。2006から2007年シーズンにはベルガモでオポジットの控えながら、 セリエ A 一デビューを飾った。2008から09シーズンには、荒木エリカとチームメイトであった。2009から10年シーズンには、セリエ A 二のチエリバレーに移籍し、同チームはセリエ A 一に昇格した。2012年12月に、アゼルバイジャンのアゼルレールバクルに移籍。2013年イタリア代表に初選出される。同年6月のアラスヨカップ2013で、 イタリア女子代表としてデビューを果たし、8月のバレーボールワールドグランプリに出場した。同年8月28日、V チャレンジリーグに降格したデンソーエアリービーズは、2013から14シーズンにインドレが移籍加入すると発表した。2013、14ボルト、チャレンジリーグでは優勝し、V リーグ昇格、第63回クロワシハ大会3位に大きく、 貢献した。2014年6月、伝送を退団。2015年、イタリア代表として、ワールドグランプリと欧州選手権に出場した。2017年のワールドグランプリでは、銀メダルを獲得した。2020年9月、日本の V リーグディビジョン1のトヨタ車体クイーンシーズへの入団が発表された。2021年5月25日、 トヨタ車体クイーンシーズ公式サイトにて対談が発表された。日頃からクイーンシーズを応援してくださっているファンの皆様、会社の方々、この1年間本当にありがとうございました。クイーンシーズでの時間は私にとってかけがえのない経験でした。離れていてもクイーンシーズの活躍を祈っています。皆様も引き続きクイーンシーズの応援よろしくお願いします。そして、 皆様の健康と幸せを願いながら、またお会いできる日まで楽しみにしています。インドレスロ会イトヨタ車体育院シーズン引退を呼び、対イ選手のご挨拶より2021年開催の東京20オリンピックに出場した。2021-22シーズンは、イタリアセリエ A のアズラバレーサンコスシアーノに加入した。ありがとうございます。